なんか自分が収録してる時、あもうガスガスだなって思って、申し訳ない。しかもさ1月1日放送予定のさラジオだったからさ、なんか酒焼けしたんかこいつって思われちゃうかもって思ってたんだけど、聞いてた感じ意外となんかそのガスガスになりすぎないようにいつもよりもちょっとゆっくりめに喋ってる感はあったかもね。そんな感じはしたけど、いつもよりちょっと喋り方ゆっくりだったよね自分で反省会。そうでもなんか多分その声が一番出しやすい速さというか、そうあんまりいつも通りに喋りすぎちゃうと多分ガスガスになっちゃうから、そう落ち着いたトーンで。でもさ私すごい思うんだけど、そのそれこそラジオ部とかやっててすごい感じたんだけど、やっぱさ声ってそのラジオとかは映像がないから本当にさその声のさトーンのちょっとした違いだけでさテンション感ってさすごい伝わり方違うじゃないですか。そうだからこれはあの日向祭りに出た時に日向さんに一回言われたことですっごいずっと意識してることがあって、なんかこう思ってたよりも自分の思ってるよりも結構そのテンション低く聞こえちゃうから、その気持ち高めにというか、そう気持ち明るめに喋る方がいいよみたいなのをもうずっと前、日向祭り出て 2回目3回目くらいの時に言われたことがあって、でも本当そうだなって思うの。なんかラジオとか聞いててもやっぱその声のさテンシなんか明るさでさやっぱテンション感伝わってくるじゃん。そうなんかこうね映像があったとして、でまあ喋ってたらまあそのまあ顔は元気そうだなとかさわかるけど、そう声だけだとやっぱその声の明るさだけでさその人が今どういう状況なのかっていうのを想像するから、やっぱその自分の想像してるよりも明るく喋らないとラジオってすごい伝わらないなっていうのをすごいそれ言われてから実感してて。そうでもさやっぱさあのガスガス声だとさどうにもできないわけそうだからなるべくそのガスガスどうしてもさガスガス声の時点でもうなんかちょっと暗く聞こえちゃうからさ、そうだからそのなるべくそのガスガス声を感じさせないように、あの高くテンション高めに明るくしつつも、でもちょっとゆっくりめじゃないと声カスカスになっちゃうからなんかそんな感じで喋ってました。その結果まあでも自分で聞いてた感じは思ってたよりガスガスすぎなかった、まあ、いつもよりもちょっと喋り方おしとやかな感じかなってなんかいつもの私の喋り方を知ってる人からしたらちょっとなんか落ち着いてるなっていう感じだった、うん、なって自分で思いました。自己評価はい、でも良かったです。新年一発目の放送に出演できて無理してでも出た回がありましたはい、ぜひ2024年もたくさんいっそこいっそ聞いてください。そういっぱい出れるといいね。今年も新年一発目出させていただいたのでね、出られるといいな。そうそれであのラジオだからさラジオをつけながらテレビもつけてたんだけど、そしたらバイライの CM が流れました、たった今。めっちゃ嬉しかった。なんか普通にあのラジオを携帯で流してて、ラジオを携帯で流しながら携帯をいじってたの、そのバックグラウンド再生でしてたらなんかテレビの CM でなんで気づいたの、なんかパッて顔を上げたらバイライの CM やってて、おーおーおーって思って急いでつぶやこうって思ったんだけど、でも見たいしなみたいになってCM が終わってから書きました。ファイルの CM 見れた、ね、BSN さんです。確認したら BSN さんがついてた、なんかどこの曲かあんま分からずテレビつけてたらたまたま流れました。え、嬉しい嬉しい。多分さ今日一発目とかね、今日から CM スタートなんですけど、多分まだどこの曲でも流れてなかったっぽくって、見たよっていうの
誰も言ってなかったから多分今日初めて流れたんじゃないかな、まあ、これからね今日以降全局で放送していただくんですけど新潟のテレビ局で。そうなんだけど多分 BSN さんが最初だったかも。え嬉しい、見れて。私お正月だったよ、お正月のさ NGT のさ年賀 CM 一個も見れなかったからさ悔しい。そう一個も見れなかったからバイライこんな早く見れてめっちゃ嬉しい。本当に改めて皆さんありがとうございました。バイライもね2023年の思い出の一個だよね本当に。そう皆さんのおかげでオータムファミリーね勝つことができてこうして CM 放送とっても嬉しいです。ありがとうございます。そうそうテニーさんはラーメン部の放送内で流してくださるからラーメン部見てれば絶対流れるんだけど、そうそれ以外の曲は何時に流れるかとかわかんないからほんとたまたま見れました。はじめまして、ありがとうございます。めっちゃ嬉しかった本当に。どこの曲も同じ CM ですよもちろん。そうあれ、あそっか、お正月の CM はねあの曲によって違ったからね。そうお正月はあのテニーさんがラーメン部で UX さんがゴルフ部で BSN さんがスイーツ部で NST さんがなんか大好き新潟チャンネルとバズタイムズとあと帰りはあの開局50周年のあのバンダイのやつに出てたからって聞いたっていう人選らしいです。そう今日の夕方の FM 新潟でラジオ版 NGT の CM 聞いた。あ嬉しい、それも私出てる。そう今日の出席メンバーでその年賀 CM も撮りました。そうでさめっちゃ難かったんだよね。なんて言ってた、私慎んで新年のお喜びを申し上げますみたいなこと言ったんだけどめっちゃ難しくて3回ぐらい噛みました3回くらい噛んで撮り直しました。そうなんかあのテレビのお正月の CM は明けましておめでとうございます NGT48 です、今年もよろしくお願いいたしますでみんなで声を揃えるだったから全然スイーツ部とか一発撮りだったよ。なんか念のため2回3回くらい撮ったけど一発 OK でした。そう、そうなんだけどラジオはなんかねちょっとそう難しかったんだよね。そう慎んで新年のお喜びを申し上げますみたいな感じのことを言っててなんか難しかったそうカミカミでした、しかもガスガスでも多分大丈夫、言えたと思う。あの別と一緒にかかってるらしいので。でももうさ年賀 CM って流れない、だいたい1月7日までとか。でも今日よかった、今日流れてたとこまでだからまあもう流れてないかもしんないけど、そうでもねなんかねそのバイライの CM いつ撮影したの、10月末ぐらい。そうだから結構前なんですよ撮影したのが10月末ぐらいで、そうでまあ今日から放送みたいな感じだったんですけど、そう嬉しい、なんかやっと皆さんにお届けできて、まあ、新潟県内だけの放送ではあるんですけど、でもね全局で流れるし、そうなんか今までそういう年賀 CM とかはあったんだけど、なんかちゃんとしたっていうか、 なんかそう CM 撮影として CM を撮影することはあんまりいなかった、今まで初めてだったからすごい嬉しかったです。そうなんかねワイライのあのキャラクターをイメージした衣装とかを用意してもらって、なんかね赤いエプロンをつけてますそうなんかワイライのあのなんかなんていうの村人町人村人なんかさこう歩いてる人たちとかいたじゃん、なんかあのキャラクターをイメージした感じって聞きました。そうでなんかそれぞれメンバー髪型かぶらないようにしようみたいな話になって、そうなんかさオータムファミリーのみんなってさあんまツインテールしなさそうじゃないですかだからあじゃあツインテールしようって思ってツインテールしました。なのでツインテールの人見つけてください。そうでもこんな高めではない、耳ぐらい、こんぐらい、これぐらいの高さのツインテールにした。そうでなんかね髪飾りも
みんな人それぞれ違う飾りを用意していただいたので、そう、ちょっと見られない方もいらっしゃるかもしれないけど、いやでも本当に見てほしい。なんかせっかく皆さんのおかげでね、掴むことができた CM だから、はい、ぜひみんなに見てほしい、うん、そう、楽しかった。バイキングライズ今すぐダウンロードって言ってる最後そうなのよ、楽しかった撮影すごい。そう、なんかね、監督さんなんかすごい面白い方でそう、すごい面白い方でとっても楽しかったですそう、なんか、あ、そう、なんかね、まだそう1回しか見てないけど、画面がなんかねめっちゃなんかねって言うわ。そう、なんか最初5人でこう、なんか私がスマホ持ってこうみんなで見てる画面で、そしたらなんかスマホの中の画面みたいに切り替わって、そう、なんかねこうやってスマホの画面が、うんと、みんながテレビを見ているみんなが携帯の画面っていう設定で設定でこうやって、わー見て見てってやってた。そうで、それをやってくださいって言われて、わー見て見てこことかってやってた。ずっとその何カメラに向かってこうやって、そうっていうのをなんか一人一人真ん中になる人を変えながらなんかやって、そう、私がね、でなんかそれをなんか一人一人真ん中に、あ、そう、お顔近い系ですお顔近い系なんかあったかな、私は出てない、私が撮った動画だから私が映ってないけど、写し方むずいな、オフショットなんかこういう距離感さあや王冠かぶってんのめっちゃ可愛いやってやって、でなんかその真ん中になってる人、その時のなんか真ん中になってる人たちがなんかあのナレーションみたいなのをやってるんだけど、そう、なんか土地を開拓とかなんかそういうなんか声をなんか取ったんだけど、私のセリフがまたこれ難しくって、あ、なんだっけ、なんとかなんとか覇者となれみたいななんとかだなって覇者となれみたいなのを言ったんだけど、なんかさ、すごい噛みそうなワードで噛みそうなワードで、そう、しかもなんか覇者っていう言葉が難しい、喋るの覇者となれ、しかもそのなんかテンション感がすごい難しくて、覇者となれめっちゃ何回も撮りました。でもなんかこうね、無事に完成された CM を見るととっても嬉しい、うん、そうそう、みんなに見てほしい。でもこれからいっぱい流れると思うのでね、ぜひ新潟の皆さんテレビにご注目ください。もう年賀 CM は終わっちゃったけど、外来の CM が流れるので、はい、皆さんぜひぜひご注目ください。そう、声も全部メンバーで、そう、バイキングライズ今すぐダウンロードそうで、なんかその最後のバイキングライズ今すぐダウンロードって言ってるやつが、マリナさんが真ん中で、でマリナさん、ユーハ、私の順番で並んでたんだけど、そのなんか私とユーハの身長差がありすぎて、その画面に収まらないみたいな身長揃えてくださいみたいになって私なんかさ、最後のそのバイキングライズ今すぐダウンロードって言ってるやつはなんか胸下くらい、胸下お腹ぐらいまでしか映ってないんだけど、実はその下足めっちゃ大股開いて、ユーハの身長に合わせてあるかな、めちゃくちゃ面白いですよ。
あーでもなんか絶妙に映ってないんだ。これだったら分かりやすいかも。こうマリナさんがいてユーハがいて私がいて、なんかこういう画角なのね最終的に。見てめっちゃ足開いてる。こうでも足開いて身長を揃えた結果こうなるっていう。すごい分かりやすいの残ってた。面白い。そう、しかもなんかその足、ただ足を広げるだけじゃなくて、なんか顔の角度みたいな、もうちょっと前向いてくださいとか、このさ優派にこう寄り添いすぎちゃって、私がなんか刺身みたいになってて、そう、あ、伊崎さんもうちょっとあの体こっちに行って、いや待って待って足開いてんだけど。足をこう縦に開いて体こっち、えっってなって、めっちゃ大変でした。めっちゃ大変だった。そう。でもそういうすっごい細かく体の向きとか顔の角度とか、なんかね、バイキングライズ今すぐダウンロードってやってるんだけど、この指もあんま下げすぎちゃうと画面映んないから、あーもうちょっと上でとか、めっちゃ撮りました。そう、いっぱい撮りました。そうなんです。でも本当みんなに見てほしい。私もまだ1回しか見てないから見たい、いっぱい、まあいっぱい見れるか、これから。いや本当にね、改めてありがとうございました。いやそう思うと本当に2023年は皆さんにめちゃくちゃそういう何イベント系とか本当にたくさん支えていただいたなって改めて思いますね。やっぱさ、ビスイベントのさ印象が強いというかさ、イメージが強いから、そうだってね、2回もあったしね、予選と決勝でね、2回もあったから、やっぱりしかもそこで1位になったりとかして、そこの印象が強いけど、そうでもゲームイベントも2回かな、うん、ね、そう。でもバイライはなんかさ1位と2位は得点があってみたいな感じだったんだけど、私はその個人の得点っていうよりもそのチームでの CM を目指したいっていう風に言ってたから、そう。でもかといってね、チーム戦だからさ、自分も頑張らなきゃいけなかったし、その分皆さんも一緒に頑張ってくださったと思うんですけど、そう。でもそれもね、あ、得点はないけど3位だったりね、ミシヒロって2023年だっけ、ミシヒロとかもね、あったしね。ミシヒロ自体は去年、あ、年末年始だったよね、そういえばミシヒロって。そうだったわ、年明けるくらいだったね、ちょうどね。で、まあ、ゴールデンウィークにあのサイネージみたいなのがあったねって思うと、やっぱ2023年なんだよ、そのイベント終了っていうところでもね。そう思うとだからミシヒロ、バイライ、ショルムイベント、本当に本当にみんなのおかげでいっぱい達成できたなーって感じですね。本当ありがとうございます。ねえ、嬉しい、本当ありがとうございます。レイもね、そうだね、嬉しい。なんかもうだって今年はビスに掲載は決まってるわけじゃないですか。嬉しいね、なんかいっぱい雑誌にも掲載していただいて。今年はどんなイベントに参加するかね。なんかさ、でもショールームイベントはまあでも1位、まあわかん、いやわかんないけど。どうなることやら、本当になんか自分のや挑戦したいと思うイベントが あればみたいな感じではあるけど、まあそこに関しては全くわからないけどさ。でもさ、そのミシヒロとかバイライとかはさ、あのもうゲーム選抜みたいな、ゲーム選抜みたいなポンって、その自分のさ参加の有無とかではなく、
さ、ポンってもうゲームメンバーですってなってたから、そうそうそう、だからね、分かんない、また新しいゲームメンバーに参加するかもしれないしそう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 、あの自分がやりたいかやりたくないかとかの許可制ではなく、もうあなたはゲームの人です、このイベントやりますみたいな感じだからさね。だから今年ももしそういうのがあれば、また皆さんにこう力をねお借りしなきゃいけないことがあるかもしれないんですけど、まあでも楽しみながらできたらいいなっていう気持ちです。本当にね、2024年も皆さんと一緒に楽しみながら、そういろんなことには挑戦できたらいいなって思います。でもなんかみんなの力を借りるだけじゃなくって、なんか個人的にいろんなことに挑戦をしていきたいなと思っています。はい、ですね。え、そう、それでさ、全然話変わっちゃうんだけどさ、あの今日ね、ご覧の通りツインテールをしてみたんです。そう、なんか今まで思い出いっぱい公演ツインテールちょっとさしなかったの、しばらく。なんかこう曲調的にかっこいい曲とか、空き缶とかもそうだけど、そうとかさ、一発目が友達でいましょう、僕の涙は流れないとか、なんか結構しっとり系、落ち着いた感じの曲が多いから、なんか一曲目さ、友達でいましょうさ、真ん中なんだけど、ドーンってなったこのさ、ピラミッド型の頂点のここにさ、高めツインの人がいたら、なんか曲の景観崩すかなって思ってしばらくこの思い出いっぱい公演、高めツインをちょっと封印してたんですけど、そう、もうまあ公演やり始めてもうすぐ1ヶ月経つし、なんかそのもうさ、やってない、まだこの公演でやってない髪型をいっぱいやろうと思ってやって、ちょっと夜は高めツインにしてみました。はい、よかったよかった。いけない時に限って高めツイン、またやるね、またやる、またやる劇場でみゆちゃんに注目してると沼にはまることが分かります。お、じゃあこれからも私にちゃんと注目しててください今日のみゆちゃんのツイン、初期のリカちゃん、あー確かに、リカさん、なんかさ、リカさんのさ初期のツインってさ、こうストレートだったじゃん、この高めツインで、なんか毛量もね、私リカさんとお揃いなんです、このツインした時のこの毛束の細さがリカさんとお揃いなの。ツインするとハゲるよって言われた人だからさ懐かしすぎる。え、知ってるこの話。私が NGT48 に加入して初めての NGT48 としてのお仕事が生写真撮影だった。でその生写真撮影の時にもうめちゃくちゃ緊張しながらさ、ヘアメイクさんのところ行ったら、隣に中井梨花様がいらっしゃったのね。中井梨花様がいらっしゃって、なんかその喋ったことない、初めましてで、初めましての時に、そう、はあ、あの中井梨花さんだみたいな感じだった。え、そしたら私その時壁車がツインテールだったんだけど、壁車ツインテールで、そのメイクさんにツインテールでお願いしますって言ったら、隣の梨花さんにツインテールハゲるよって初対面で、ほんとこの話好き、もう一生忘れない、ちょ、怖すぎて怖すぎて一生忘れらんない、初対面でツインテールハゲるよって言われた本当に面白いそう、それでまあだから、でも毛量とか、まあ髪の長さももしかしたら当時のリカさんこれぐらいだったよね。で今日はまあ巻いてはいるんだけど、もう巻きも落ちて、毛先の方だけ巻いたから、確かにリカさんっぽかったかもしれない4期生にぜひ、怖いよ、怖いしツインテール、ツインテール誰してたっけ、あ、メリーちゃん
かわいそう。メリーちゃんにハゲるよ。最低、ほんと怖すぎです。そう、あのね、ハゲるってこのね、分け目の話ね。こうやっぱさ、こう左右にグッて引っ張っちゃうから、ここがハゲるよっていう話、うん、こう、あ、私もともとほんと髪薄いから、もうね、触った時が頭なんですよ。そのなんていうの、髪の毛のクッション性がない。もうもろ頭の形なんです。でもね、メイクさん曰く私頭の形めっちゃ綺麗らしいです。そう、なんかヘアメイクさんってやっぱさ、いろんなメンバーの頭触るじゃん。私頭の形はめっちゃ綺麗らしい。イエーイ。そう、でも髪の毛薄い、毛量少ない。あ、最近粉やってない。もうだからほら、この辺とかめっちゃ分け目白い、ハゲ。そう、髪の毛が細いの。そうなの、だから毛束こうやって結んでもこれしかない、細いっていう話。そうなんです。え、でもなんかやっぱりそのなんだっけ、思い出いっぱい公演始まってから初めて高めツインテールしたんだけど、やっぱツインテールした方がそのなんかアイドルパワーみたいなのがさ、やっぱなんか湧いてくる。湧いてくる。だからすごいいつも以上になんかアイドルって感じでやってました、今日は公演を。そう、なんかそのなんだろう、そう、空き缶とかも最初この高めツインで空き缶をやることにちょびっと抵抗感があって、そうやってなかったんだけど、そう、でもなんか私的には空き缶はそのゆきりんさんみたいなアイドルらしい見せ方のかっこいい空き缶をやりたいなって思ってるから、なんかその考えで言ったら全然まあ高めツインして空き缶でもむしろありじゃないみたいな思って、ウインクです。ウインクしたよ、今日もいっぱいウインク。そう、だからなんかアイドルモード高めだった、そのツインテールにあやかって気持ち的にもやっぱそのアイドル感が強かったので、今日の夜公演はちょっとウインク多めだったかなって気持ち。いや、わかんない、数えてないから、数えてないからわかんないけど、ウインク多めだったかなって感じ。そう、え、なんかね、なんこのやっぱさ、ツインテールしたらアイドルモードが強くなるのはあるんだけど、でもなんか今日すごいメンバーがずっと可愛いって言ってくれました。なんかまず朝あのチャットに写真載せたんだけど、あのビスイベントの時の最終日にかぶってたあの緑色 の, あのマフラーとフードが一体化してるやつあるじゃないですか。そうで、なんか今日新潟めっちゃ雪降ってて、昨日降って、今日は晴れてたけど雪降ってて、それをねかぶっていったの初めて。そう、なんかさ、あれさ、ショールームでかぶった時にさ、こんなの新潟でかぶってたらバレるよみたいな。新潟でこんなの被ってる人いないからすぐ耳だってバレるよみたいなコメントされて、あ、まあ、確かにそっか、しかも緑ってめっちゃ目立つじゃないですか。でも私的にはあれめっちゃ気に入ってて、でもどっかで被りたかった。そう、でも確かになーって思って、外でちょっと被りにくいなーって思ったのね。そう、でもなんか昼夜公演の日って朝集合早いから、まあ朝だったらそんな人いないかと思って朝それをかぶって行ったのよ。そうしたら、あの楽屋着くじゃないですか、劇場着いて、楽屋着いて、そうかぶっててみんなにおはようって言ったら、なんか何、朝からあざといってドスッピン顔ドスッピンの顔であれだよ、あれ被ってて、なんならなんかちょっと風強くて前髪ボッサボサだったのに朝からなんなの本当に、ちょっとキレられて
ちょいとキレられながら、朝からあざとい、それあざとい人しかかぶれないやつだよって言われて、ヒノには笹団子みたいって言われたけど確かにね、色がね。そうで朝まず言われて、そうでその後なんか、あ、そう、これもチャットにあげたけど、なんかその昼夜公演の、そう、あ、昼夜公演の合間にあの自販機に行きたくて、で自販機行く時ってなんかマネージャーさんの許可がないといけなくて、マネージャーさんに付き添ってもらわないといけないんですよ。それでなんかヘリオル公演の合間にマネージャーさんを、そう、自販機行きたいなって思ってマネージャーさんを探してて、でマネージャーさんがいらっしゃったから、自販機行ってもいいですかって言ったの、普通にね普通にね、自販機行ってもいいですかって、自販機、うん、そう、行ってもいいですかって聞いたので、さ、いいよって言われたから、やったーって言ったのね。そしたらなんか目の前にマリナさんがいて、マリナさんも一緒に自販機行ったんだけど、そしたらマリナさんが、え、何今の自販機行っていいですかの言い方かわいいって、メンバーにかわいいって言われることはさ、嬉しいことじゃないですか。そう、なんか、そう、それで、ね、こうなんか普通に喋っててかわいいのはずるいよねって言われて、でもなんかマネージャーさん、女性のマネージャーさんなんですけど、そのマネージャーさんは、いやでもその後のやったーの方が可愛かったよってもうでも全部さ、私としては無意識にただ喋ってるだけじゃないですかそう、てか自分でやったーって言った記憶もない、もはや本当に記憶ない。そうそうしかもそれ私めっちゃ聞き間違っちゃってそう、なんかそのでもその後のやったーの方が可愛かったよみたいな、マネージャーさんがさ私の後ろから言ったの、私自分でやったーなんて言った記憶がないから、やったーマンってなんかやったーマンって聞き間違っちゃもう何のことみたいな、本当に自覚がなさすぎて、そう、いやマネージャーさんも多分それ褒めてくれてた、やったーの言い方が可愛かったって褒めてくれてたんだけど、私がやったーって言った記憶がなかったから、何の話だろうと思って、やったーもん本当におかしかった。でもすごい多分褒めてくれてたんだと思う、多分それでその後自販機に行って、でなんかなっちゃんを買ったの、なっちゃんのリンゴ、なっちゃんを買ったんです。でもなっちゃんなんてもう超久しぶりに飲んで、そう、超久しぶりに飲んでさ、なっちゃん買ったら、なんか今のねなっちゃんってね、あのペットボトルのキャップがめっちゃ可愛いんですよ、なんかなっちゃんの顔ついてて、そう、それでなんかめっちゃ可愛かったから、え、見てめっちゃ可愛いって見せたんです。それをしたらなんか そんなところに気づくのが可愛い、それを報告してくるのが可愛い、なんかすごい今日めっちゃ褒めてくれて、なんの誕生日かななっちゃん選ぶのが可愛い、ありがとう、なんかリンゴジュースの気分だったそう、何しても今日は可愛いって言われる、なんかすごい甘やかされた日甘やかされてました。そうで、なんかその公演終わった後、あのお弁当をさ持って帰ろうと思って、そのお弁当持ち帰るためにビニール袋をね取りに行ったのなんだけど、持ってきたビニール、取ってきたビニール袋が思ったよりちっちゃくて、どう考えてもお弁当が入るサイズ感じゃないビニール袋持ってきちゃったのねそう、それでわ、これ絶対入んないなって思って、あ、ビニール袋間違ったと思って、もう一回さ取りに戻った、取りに走ったので、それも全然なんか、あ、袋ちっちゃかったなって思って取りに戻ったんだけど、なんかそれを見てた、ね、誰だあれ
誰かがそうなんか本当なんかみいつも可愛いけど今日なんか可愛い褒めてんのか分かんないけどなんかすごいただビニール袋取りに行っただけただビニール袋を取りに行っただけの行動がなんかすごい可愛いって言われました。嬉しい嬉しい、うん、なんか今日はすごい何をしても可愛いって言ってもらいましたそうなんかツインテールをしたことによってそのアイドルモードのスイッチが高まってたことは間違いないんだけど、でもなんかそのツインテールする前からなんか今日はすごいそういう空気を醸し出していたらしい。嬉しい。いやでもさ、これ本当にね、 NCT って本当に仲良し。そうなんかさ、昨日もさ言ったけどさ、そのメンバー同士でサインを求めたりとかあるって言ったじゃん。なんかさ、それだけじゃなくてさ、メンバー同士で全然可愛いって言うの。なんか写真、私もさメンバーの写真とかよく頼まれるんですけど、そう頼まれるんですよ。はい、隣にカホがいてさやがミユに写真撮ってって言ってくれるぐらい、あのメンバーの写真よく撮るんですけどなんか私もこう普通にメンバーの写真とか撮っててもえ可愛い、めっちゃ可愛いってなんかもう 無意識ではないけど可愛いって言いながら撮っちゃうくらい、なんか全然メンバー同士でメンバーのこと可愛いって言える中、そうなんか本当にねいい、本当 NGT でそういうとこいいメンバー同士で可愛いって言い合えたりとかするところがいいよね。いやでも本当に NGT のメンバーってみんな可愛いから、そうMC の香水のくだり、え、そうでもね、今日ねなんかすごいその公演前袖でさ待機してるじゃん、おばあちゃんの時で、なんかみんないつも開演前、その公演前に香水をつけてから出るのね。そう、それでなんかいつもみんなつけてるはずなんだけど、今日なんかそれぞれみんな多分つけたてだったのかな。そう、みんなすごいなんかいい匂いだったらしくて、その袖であの待機してる時に一緒にいたマネージャーさん、そのさっきの自販機一緒にいたマネージャーさんなんだけど、そう女性のマネージャーさんなんだけど、なんか今日めっちゃみんないい匂いするって言ってくれて、そうっていうその香水の話をしてたの。そうでなんかそのおばあちゃんの時いつも私は下手から出るんだけど、下手から出るのが私と夢とれいちゃんとななみとあと研究生ポジの子なのね。そうでなんか今日はリリカだったんだけど、そのみんなさ香水つけててさ、そのマネージャーさんがえ今日なんかめっちゃみんないい匂いするって言うから、これこうやってみんなに嗅がせ合ってたの。嗅がせ合ってて、でリリカは香水つけてるって聞いたら、リリカ香水つけてないって言ったから、じゃあリリカにみんなでつけてあげようってみんなでリリカにこうやって香水ナスにつけてた昼公演の時そうでもなんかね、みんなでそう香水の話をちょうどしてたのよ今日昼公演の時で。なんかその夜公演の時も私出る前につけてから 出てそうおばあちゃんの時にそのさつけてたら、またマネージャーさんがえなんか夜コーンもめっちゃいい匂いするってそう出る前に言ってくださって、そうだから今日はすごい香水の話をちょうどしてたから、なんかその福袋の中身に私物を入れるとしたら何入れるみたいな全然思いつかなくって全然思いつかなくって、あそうだ香水と思って香水って言ったっていう経緯がある。そうでも本当になんかめっちゃ褒めてもらえるメンバーに、みゆの香水めっちゃいい匂い、嬉しいでも内緒です。はい、私の使ってる香水は誰にも教えませんそうえ、わかる。それでさ MC の時さ香水だよって、そのなんかみんなが嗅ぎに来てくれた時ワンちゃんかと思った
みんななんか犬みたいなんだ。何の匂い？でもね、まだ匂いする。でもさ、香水ってさ、なんかあの匂いのさ、なんか段階あるじゃないですか。その時間が経つにつれて香りが変わるみたいなやつ、そうあるじゃないですか。今ね、もう多分匂い違う。最後の匂い、ラストノート、なんかなんなんだろう、なんかちょっとだけバニラっぽいかもしれない。つけたてはお花っぽい、つけたてはちょっとお花っぽい匂いだけど、ラストノートはちょっとバニラっぽいかも。そう、一文字目だけ欲しい。それはどういう、その香水のブランド名の話、それとも匂いの話、どっちでもいっか。ねどっちか言わずにじゃあ言うかな。ピピです。それがブランド名なのか、その香りの名前かは知らないけど、ピです。ピエン。じゃあそういうことにしておこう。ピエンで、私のつけてる香水ピエンです。でも最近なんかあの結構香り系にハマってて、そう、あのいつも公演の時とか、おしゃべり会の時とか、あのそういうお仕事の時につける香水はいつも同じ香水なんだけど、あのちょっと例えばさ、リハに行くとか、ちょっとお出かけするみたいな時はまた違う、なんか1個しか香水持ってなかったんだけど、最近ちょっとそういう香り系にハマってて、あのそういうちょびっとお出かけする時とかは別の香りをつけてる。そう、でも今までそのあんまり香水持ってたけど、あんまなんか使う人じゃなくて、公演とかおしゃべり会とかそういう時しか使ってなかったんだけど、だから全然減らない。全然減らないし、ずっと1個しか使ってない。そのちゃんとした香水っていうか、そのでかい瓶のやつ、なんかちょびっと出かける時とかにつけるのは全然ちっちゃいやつ、お友達からもらったやつとか、そうちっちゃいやつを使ってます。そうピーチジョンって下着ブランドでは。ピーチジョンって下着ブランドでも。そう、あ、そう、確かに香水の定期便一時期やってた。確かにね、もうやめちゃったもん。そうだ、それもやってました。なんかそれは確かにやってた時もあった。ちゃんね、なんかこういう細いやつで届くの、毎月5ミリぐらい。それも使い切れなくて、全然香水使わない人だったから。結局やめて、なんか自分の好きな香り、なんかそれはね、自分の好きな香りを見つけるために毎月いろんな香りをちょっと試そうと思ってやってたんだけど、なんか結局あんまピンとこなくって。やめて、なんか普通にその香水とかいっぱい売ってるところで自分で嗅いで、これにしようと思って選びました。でもなんかメンバーのさ、他のさ香水とかさ嗅ぐとさ、欲しくなる。なんかいい匂い。いい匂いする。そう、まあみんなには教えません。でもさ、めっちゃ良くない？そのみんなには教えてないからこそ、そのなんか福袋として入ってた人にだけ私の香りが分かるって、めっちゃ良くない？なんかときめかない？自分で言っておいて。そう、手首につけます。手首につけて、なんかね、こするとあんま良くないらしくて、だから手首につけてポン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 ってやって、なんか振り付けありそう。
ポン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 ってやってちょびっとだけこうやって首につけるそうってやってます。でもあとたまにこうシュッて空気中にシュッてやってスッてかぶるそう空気中に受けてかぶるのもたまにやる。当たった人はバラすよ確かにちょ違うの入れとこうかなそうやってます。そう手首につけてるけどなんかその体温が高いところの方がなんか香りが強くなるみたいななんか見たことがあって、なんか手の甲とかにつけるのもいいらしいけど、それってでも手洗ったら終わりじゃないみたいな。まださ、まあ、手首も手洗うけどなんかその手ほどさ洗わなくない手ほど強くは洗わなくない。そうだからなんかその手の甲とかにつけるのもいいらしいんだけど、手首につけちゃう。ななみは内ももにつけるって、あ、確かにななみめっちゃつけてるイメージあるわ足に確かにななみ足にかけてるイメージめっちゃある、見たことある体温低いところにつけると長持ち、あ、そうだよね、高いところにつけるとその香りが強くなる分低いところにつけた方が長くはなるよねきっとね。前の席に座るとたまにメンバーのいい香り、え、本当にそれ本当？最前とかだと匂いまでわかんの？はーずくないそれあ、塗るやつも使ってる、そのなんかちょびっとお出かけするときとかは塗るやつ使ってる。そうそうそう、あ、確かにみんなマスクつけてるからあんまりわかんないか。そうだよね、サイゼもいい香り、え、本当それ本当にそうなの？サイゼで匂いって分かるものなの？まあでもその匂い分かるレベルの距離感なんかな。周りのハンの香りかもそれはそれで、でもじゃあいい香りのハンの方なんじゃないサイゼンとかお見送りで香り届けるためにつけてる、うん、それもあるけど結局なんか自分のモチベーションというかテンション上げるためな気もする。踊ってる時とか、なんかその本当に開演のその直前、鍵穴とか終わった後とかそれぐらいの時にいつもつけるんだけど、そうだからもう完全にその自分のスイッチを入れるためみたいな感じ、まあ、そのねサイゼンの方々に香りが届いてるんであればもうより一層念入りに念入りにつけようと思うけど、そうなんかあんまりその人に嗅がせるためっていうよりかはなんか自分のアイドルスイッチを入れるためみたいな感じかな。そうおしゃべり会とかの時はさやっぱ距離が近いからそのいい香りでいたいなって思ってつけるけど、公演はさ正直どっちかというと自分のためかもって気がします、うん、モチベのためかなって思う。そうみんなだから本当に出る前みんなつけてみんなつけてるから楽屋とか袖がいい香りする今日は特にすごいいい香りがしたらしい、マネージャーさん曰く。そうかがせるため、まあでもなんかそんなにみんなに香りが届いてるならちょっと頑張ってつけようかな頑張ってつけようかなって思いますけどキュアイドルモード凄まじかった、やったね、嬉しい。そう今日は本当そのアイドルモード強めでやりました。いやでも香りでつられはしなくない？そのいくら最善でさちょっといい香りがしたってさ、いい香りするえへへ好きっ
とは別にならなくない？そうだよね、結局そうレス、そうだよねと思う。私も声もね、好きな人の香りが好き、まあ確かにそれはそうかもしれないそれはそうかもしれない。誰の香りかまで判別できそうだよね。踊ってたらだって次々人が行き来するのに誰の匂いかなんて嗅ぎ分けられないよね、さすがに公園じゃね。そう絶対に私のは当てられない。ピッラブラと3階の香り強い。確かにラッシュいい匂い、もうラッシュの匂いとかまといたい、いい匂いすぎてまあでもさ、匂いはさ結局なんか匂いで好きにはさ、させられないじゃないですか、劇場でいくらいい匂いがしたって。だからやっぱそのパフォーマンスレスでさ、好きにさせるしかないわけですよそうでもなんか今日は昼夜すごいなんかいろんな人と目が合った気がする気がする。そうなんかお見送りとかで今日いっぱい目あったねって言っちゃう。そうなんかさやっぱね、見てくれるの嬉しい。なんか私も自分の推し祭とかその振ってくださってる方にやっぱりレッスンはするけど、そうでもなんか自分の推し祭とか振ってるわけじゃないけどなんかめっちゃ見てくれる人とか目合わせに行っちゃうよね合わせに行っちゃうよね。ウィンク受け取りました、ありがとうございます。私も受け取りました面白いキア特に可愛かった、いつも可愛いって言って、あでも今日は特にだからまあいつも可愛いが前提でってことですよね、ありがとうございます今日は昼夜センター寄りだったので目があった気がします。はいそうです、いっぱい目合わせましたDMM のウィンクつってます。え何どこのウィンク、ちょっとウィンクしすぎてしすぎてどこのウィンクかわかんないんですけどどこのウィンクだろう、どこのウィンクだろうなかなか気まずかったです。なんでなんで、好きだから見てくれたんじゃないのなんで？いっぱい目合わせちゃった。やっぱ今日は特に可愛く嬉しい、メンバーにもいっぱい可愛いって言ってもらえて、皆さんに可愛いって言ってもらいましたあの別のウィンクは、ね、いつの日か叶うのかな、振り向きざまにしてます、はい、最善で目が合うと恥ずかしくて、なんでよ、最善もめっちゃやっぱ目合いますよね、合わせやすい。あの別で映ってた、え嬉しい、歌わり、あの別はほんとここしかウインクしてないからそこだ。じゃあ歌わりじゃない、そう歌わりじゃない、歌わりじゃないのにウインクしてる、ズーズーしいなんてズーズーしい、えそれで抜かれてたの、だとしたらだいぶズーズーしい歌わりじゃないのに申し訳なさすぎる、歌わりじゃないのにウィンクの方が抜かれるって耳のインクってあんま見たことない、あそれはまだまだですね、まだまだ耳のことが見足りないです。ちゃんとずっと見てたらどこでウィンクしてるか絶対に分かります、はい、ねえ虹に願いを言ったらいつの日か叶うのかな、チンってやってますいつもそう歌ってるこの後ろで、あそれね、それだったら多分一昨日の
昼、一昨日の昼とかその前とかにももしかしたら映ってたかも。そう、なんかねちょびっとした角度とかによってたまに抜けて映るか映らないか、いつもなんか立ち位置同じなはずなのになんか人と被って映んない時と映る時がある。思い出かい、前のめりになることが、え、そうなの、そうなの前のめりになることが多いから、前の方がやっぱ確かに最前とか前の方の席の方が目は合いやすいかもね。でも後ろの方もめっちゃ見てますよ。めっちゃ見てる、めっちゃ見てるけど、多分そのなんだろう、分かりやすいレスとかのポイントがないから、この公演ってだからこうさ、目が合ってるってで分かりやすいのが、多分前の方のがね目があったって分かりやすいかなって感じますね。そう、前のめりの過去、お互い前のめりになっちゃった結果目合っちゃったみたいな、なんなんか嫌だったみたいな言い方しないでよいつもみゆちゃんと目が合ってると信じてる。はい、見てます、ちゃんとちゃんと見てます。やっぱ上手側だ、確かにね。いや、うん、そう思う。なんか下手側も行くんだけど、やっぱその目が合いやすいで言うと上手かもね。うん、そう、私も思った。なんかその思い出いっぱい公演何回かやって、その上手も下手もまあどっちも行くけど、その目が合いやすいとかで言うと上手の方が多かったなって感じだね。下手も行くけどね。今ウィンクください。いやでーす劇場でじゃあ見に来てください劇場で見に来てください。ゆいちゃんと目が合うとがっつり釣られるから。え、じゃあ今日さ、なんかすごい目合った人多かったんだけど、その私のファンの方以外で私のファンの方以外で、じゃあ今日目合った人が多かったんですけど、ちょっとじゃあ全員釣られたってことでいいですか優派見てたのも見られた時、ああれでしょう、セカヒトでしょう、セカヒトのセカそうそう、その時はねめっちゃあれだよ、上手下手見てるよ。そう、なんだっけ、感情が込み上げてくる、呼吸をするたびに高鳴るんだなと、人を愛したって、こうやってなんか顔切ってんの後ろで、でもこうやってこっち見てる下手側にこうやって顔切ってなんか待ってるんだけど、その時こうやって見てる、こっちが めっちゃ見てますよ。みんなに反対されたかな全然言えなかったんだけど、今口が一つも回らなかったはい、めっちゃ見てる。お見送りで怒られるかと、さすがに、さすがに怒ってないる基準、え、なんだろう、うん、たまにお見送りで怒ってるたまにお見送りで怒ってるけど、そう、でもウインクはあとギコでめっちゃなんかね、あの私ウインク別に得意じゃないんですよそう、私ウインクどっちかっていうと逆に苦手なんですね。あの両目つぶっちゃうウィンク下手くそな人なんですよ。なんだけど、あのなんかさ勢いでなんか多分みんなにウィンクしてるように見えてるだけで、実は多分ウィンクできてないと思うで、なんかでもその振り向きざまのウィンクが一番しやすいのね、個人的には。そのウィンク苦手なんだけど、ウィンク苦手で多分できてないんだけど、振り向きざまのウィンクが多分一番しやすくて、そうだから、そのあの別のいつの日かカナのカナもこう後ろ向いた時なんだけど、あともう一個あって、ギコ伝
リコ伝のあのなんだっけ、ずっとあ違う、遠くから好きでいるってあるじゃないですか、サビ、サビのからなんだっけ、遠くから好きでいる、いつも日にか卒業するまでで、なんかその自分のさなんかタイミングで回るんだけど、それぞれのタイミングでその自分のタイミングが来るまでこのポーズで待ってるもん、ずっと遠くから好きでいるの後に自分の番が来るまでのどこかでウインクしてるそうので、ちょっとじゃあ注目してみてくださいでもそんなギコ伝のそれやるときがちょうど上手、1サビが上手でラスサビが下手だから、そうどっちもにウインクしてるよそう、定位置の君は確認、あそう、それもやる、それはだいたいちょっと下手の柱のこっち側下手の柱のこっち側にやってます。今日メール書いたメール書きました、もう送ってある、ありがとう。ウィンクチャンス注目してください。でもそれぐらいじゃない、ウィンクしてるのって、あとどっかありましたっけ、うん、柱の内側、え、でも外側の時もあるよ下手の柱のあっち側の人の時もある、こうやって覗き込んでくって、第一の君を確認してってやってる時もあるそんな時もあります。そうだからやっぱみんなちゃんと私のこと見といた方がいい、どこでレスが飛んでくるか分かんないぞセンターやりだといろんなところでウィンクしてるみず、え、でもそんなしてる自覚ない、え、だってさ友達で会いましょうとか絶対やんないじゃん、友達で会いましょうでウィンクされたら気まずすぎてどういう感情、僕の涙とかも絶対やらない、あ、心に対応、心に対応どっかでやったっけ、心に対応、今日めちゃくちゃしてる気がしますはず、いや自覚ないですね自覚ないですね、やっぱちょっと高めツインのアイドル効果ですかねリバイバル、え、もう忘れちゃいましたねもうちょっと覚えてないですねめっちゃウィンクしてるのはだからあのメツとギコデは絶対やってる、それは自覚がありますよ、はい、けどそれ以外はやってるかな、6、7列目でもウィンク確認でき、本当に、だからそれは言ったじゃん、私ウインク本当はできないんだウインクしてるように見えてるだけだからそれだからきっと6列目とか7列目でも分かるんだよウインクもどきですまあいっか、それでみんながウインクって言ってくれんならそれはウインクですそういうことにしておきます、はい、4期生であざとライバルいやいや、だってまださ4期生はさ分かんないじゃないですか、本性を出してないじゃないですか、まだその私も分かんない私も分かりません、どうなんですかね、そんな子いるんですかねそんな子いるんですかね、そのなんかその何ですか、あざといの基準って何なんですかそも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 何ですか、あ、ひろかはねもうお披露目でウインクしてますからね、確かにそれはある
それはある。何ウインクできればあざといの？そんなわけなくない？そんなわけなくない？ウインクできればあざといんですか？いやでも楽しみだね、4期生もなんかどんな子が揃ってるのか。私もなんかそこまでまだ一人一人のなんだろう、そのキャラクターみたいなのはまだちょっと見えてきてないからすごい楽しみです、うん、いやそうそう、だって私もなんか周りがそう、周りが勝手にそう言っているだけだからそう、周りがそうやって私のことをあざといと言っているだけであって、そうなんですよ、うん、だからわかんないよ、その4期生もこれからその一緒に過ごしていく中でそのこっちから見てあざといなって思うかどうかっていう話であって、そうまだやっぱ一緒にいないとわかんないよねって思う、うん、改めて考えるとあざといじゃない、でしょ？何なんですかね何なんですかね。でもなんか私はそのなんだろう、別にまあ言われて嫌ではないですよ、うん、自覚はないですけど自覚はないですけど別に言われて嫌な気持ちになることはないじゃないですか、ね、ないし、そのなんか言われ慣れたって言ったら変だけど、なんかそれがあることによって私はすごい自分を出しやすくなったのは絶対にある。そう、むしろ今まではこうそういう部分は隠して いたので隠していたので、はいむしろなんか、はい、そう言われて過ぎることによって私は過ごしやすくなりました、逆に自分を出せるようになって、はい、って思います。そう、そうだから全然嫌な気持ちにはならないでもかといって別にそのなんだろうな、あの4期生にそういう子がいたらどうしようとか、なんかその別にキャラかぶりとかなんかそういうのを心配してるわけでもないわけでもない、はい、女の子のネチネチしたあざとさじゃない、いやどうなの、でもなんか一般社会にだってなんか出たら嫌われそうなんかアイドルしてるから許されてるのかもしれないなってたまに感じる。アイドルしてるから許されてるし、なんかメンバーもすごいメンバーが優しいんだろうなって思う。なんかもう一般社会の女の世界だったらすごい嫌われてるんじゃないかと思うんだけどって思う。え、だってさ言われるの、なんか言われるの、なんかメンバーにそのメンバー同士としているときは全然そのむしろなんかそのなんて言うんですか、そういう人間としてメンバーは認めてくれるけど、そうなんかもうこういう人だからさ、私がこういう人だからすごいそれで認めてくれるけど、なんか例えば自分の彼氏の友達にこういう人がいたら嫌だって言われるだから多分それってアイドルとしてだったら許されてるってことじゃないですか。で同じあのグループのアイドルとしてだったら全然その一つ の, その個性としてメンバー同士も認めてくれてるけど、その友達とかその自分の彼氏の近くにいたらって考えた時に絶対にいてほしくないって言われるのね、すごいメンバーにそれ
ってことはつまり一般社会だったらさ、すごい馴染めないタイプの人ってことじゃないですか。そうだからすごいアイドルでよかったなって思いますけどね、はい、そう、あ、そう、でもなんか友達にいてほしくないっていうわけじゃない、なんかその人間性を否定されてるわけではなくて、そう、友達、いや彼氏の友達にいたら嫌だっていう話、自分がその恋人と友達だったら嫌だっていう話ではないところがすごいまたリアルだよね。だよね。まあまあ友達も多くはないんだけど友達も多くはないんですけど、はい、なんで、うん、まあいっか、アイドルだからまあアイドルだからいっかいや、そう、他の人にもすかり、そうなの、そういうことなんですよね。修羅場製造機、やだそんな名前修羅場製造機、あ、仕事はちゃんとします、もちろんもちろん仕事はちゃんとします、はい、仕事までもすかり、そう、嬉しい、何の仕事向いてる何の仕事向いてる、いや、はい、アイドルでよかったですでいましょうってそういうこと、あ、なんかそれ以上の距離になったら危ないんだ、じゃあそういうことアイドルじゃなかったらね、わかる、彼氏でもいたかな でもいや、お、いや、めっちゃ考えるよ、でも実際アイドルじゃなかったらさ、え、いや、そうだって、アイドルじゃなかったら自分の彼氏の友達にいてほしくないと言われる人間ですよ。そんな人にそもそも彼氏っているんだろうかアイドルじゃなかった場合、そもそもなんかなんだかんだで報われない系女子になってそうじゃない面白い、そうなってしまうのではないか、だから踏みとどまってる人はおしゃべり会に、あ、え、何、友達でましょうって、そんなわけないじゃん、みんなは大大大大ウェルカムだよ大大大ウェルカムだよ二人だけの世界で楽しくやって、あ、でもそうだよ、そうだよでもきっとそのそう、イオンかさ、大丈夫かな、こんな話して何の話、私ファンの皆さんとしてんの何なんだだしさ、そう、なんていうの、まあ、いろんな人に好かれたい、なんかいろんな人に可愛いって思われたい、なんかモテたいはい、単刀直入に言うとモテたいんですよ、いろんな人に、あ、可愛いな、好きだなって思われたいモテたいんです、はい、でも本当に自分にとっての一人ができたのならばね、そりゃもう一途ですよ、なんて言ったって重い女だから私そう、あの、いろんな人に愛されたい、そう、だから、そう、そう、チヤホヤされたい、なんかマドンナ、アイドルみたい、結局だからアイドルなんですよ、自分の向いてるものってそう、なんかそのマドンナみたいな、なれなかったんだけど私の学校本当に可愛い子が多すぎて、そのなんか慣れなかったんだけど、そんな
マドンナみたいな存在に、なんかすごい影薄いだってさ、一軍についてくる人って言われたきっと私の小学校とか中学校時代にその一緒にいた、私が友達だと思っている一緒にいたような子こそがマドンナであって、で私は一軍についてくるような子って言われてたからそう、ちょっとまあそうはなれなかったんですけど、学生時代なれなかったんですけど、なんかできるのであればそういうなんかマドンナみたいな、チヤホヤされたい、モテたいモテたいんですけど、でもきっとその一人に決まった人がいたら絶対に一途だと思う、絶対に一途だし、なんかそのなんだろう、一途だけどなんかその例えば自分の彼氏になる人のなんかそんなに男友達とかになんかはいい彼女だなとは思われたい何の話よ本当によく現役アイドルでこんな話できるなんておもろすぎわかりますか、一途だけどなんかそのなんていうの、そのなんていうの、そう自分の彼氏にはなんか自慢したい彼女ではいたい、でなんかその周りの友達の人たちとかにすごいあのなんていうの、いいなってなりたいなんか理想を語ってるだけだから多分許されてる、これリアルだったら大変なことになっちゃう、あくまでも全部もう何にもない、ほんと悲しいぐらいに何にもない、ただただ私が理想を喋ってるだけいやでも、うん、そう思うとやっぱね結局アイドルでよかったんですよね自慢はしたいけどちょっと複雑、え本当、えだって想像してみて、私の彼氏だったとして私の彼氏だったとして、はい、え周りの友達からお前の彼女いいなって言われるのはどう、嫌だ自慢はしたいけど紹介はしたくない、すごいなんかリアルで悲しい紹介してよ、自慢の彼女だよって紹介してほしいよ絶対友達に紹介しない、えなんでえなんで家から出さ、監禁監禁、インスタにあげまくりた、あえめっちゃ理想なんかさ、私めっちゃ TikTok 最近本当に見るんだけど、なんかそのさ彼氏がめっちゃ動画撮ってるみたいな、その彼氏目線の彼女の動画とかさめっちゃ流れてくるの、全然なんかいい全然なんかいいって何まず自慢の推しって言って、それはダメです自慢の彼女にはなりたいのに自慢の推しとは絶対に言わせないの、めっちゃおもろいね言わせないはい、それはダメです、それは違います、友達より先に両親に紹介してその先にね、面白い、いいじゃないですかどういう出会いが、きをねえ出会いなんてあるのどこに出会いなんてあるの、逆になんか私の友達、高校の時の友達は今就職してるんですけど、なんか同じなんかね、そのなんていうの、同じ会社だけどなんか全然関わりがない、なんか全然部署とかでもないんだよね、そのなんて言ったらいいのかな、
そう、人と付き合ってるって言ってた。ね、何なのこれ、本当女子会本当何。私はみんなと何の話をしてんの、なんで友達のなんかどこで出会ったかの話をみんなにしてんの、すんごいプライベートな話してん。何なんだ、友達かな、女友達かな。飲んでません、飲んでません、はい。え、本当にそ、今日の昼公演で言ったけど、その本当に飲んでない最近。最近って言うと前は飲んでたみたいな、でも2024年になってから全然飲んでない。まあまだ8日しか経ってない。まだ8日しか経ってないけど飲んでないです。そうですよ、飲んでない。わかる。なのに普通になんかお酒飲みながら話すみたいな内容をショールームで全世界に配信してるアイドルってどういうこと。しかも全部理想ただ語ってるだけなのが本当に悲しい。大オープンすぎる女子会、本当に。本当にね。いやでもどこに出会いがあるのって話ですよね。まあでも全然最近マッチングアプリとかあるんだろうな。友達もやってる、友達もやってる。酔った姿見てみたい。え、それもめっちゃメンバーに言われるんですよ。絶対酒の席に連れて行きたくないって。友達として飲むのは全然ありで、友達として飲むのは全然ありだけど、男がいるところでは絶対連れて行きたくないって言われる。なんで。悲しいです。いや全然男の人と飲みたいってわけじゃないけど。そんな日逆にいつ来るのっていうぐらいなんですけど、はい、連れて行きたくないって言われます。言わないよ、でも全然。ねえ、なんで。なんで納得されるの、飲んでなくてもこれだから。飲んだらもっとやばいってこと。今日は飲んでない、今日は、今日は飲んでないよ。いやそう、強いから全然可愛くない。お酒強すぎて全然可愛くない。だって飲んでも何にも変わんない、飲んでも変わんない、本当に飲んでも変わんないよ。でもそれ言うとちょっと違うでしょって言われる。違うでしょって言われる、うん、そう。なんかいや思ったんだけど、私去年ほんとフェスで飲みすぎて。お恥ずかしい話、なんか去年何で飲んでた、あの福島飲みました。福島のフェス飲みました。米フェス飲みました。あと何、あこれは終わってからだけど、そのフェス終わってからだけど、なんだっけ、あそこ大宮のフェス、でっかいフェス終わった後飲みました。あ、まあトレードショー、でもトレードショーは全然ほんとちょっとしか飲んでない。そうそうそう、飲みました。でそう、仕事じゃないですか、まあ、全部ちゃんと本当にこう誤解しないでください。ステージ前には飲んでないからね。終わった後、終わった後に飲んでて、そうだってあるんだもん。終わった後にね飲んでて、だからさマネージャーさんとかもさ、その飲んだ後の姿を知ってるのね。だってマネージャーさんとかも絶対そのいらっしゃる中で飲んでるので。だからマネージャーさんもそのさ飲んだ後の姿、私の姿を知ってて、そう、そうね、
でも別に私はその飲んでも何も変わらない、これは本当にそうなんだけど、やっぱ外から私はさ、自分は酔ってる感覚ないけど、でも外から見たらあなた酔ってますよねみたいなその本当俗に言うただの酔っ払いなんですけど俗に言うただの酔っ払いで、私は酔ってないっていう酔っ払いなんですけど私は本当にお酒酔わないという自覚がある。だけどそのなんかその飲んだ後の姿を知ってるマネージャーさんとかにそれを言うと、いや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 って言われるんですね。そうで、それを見てそのなんか絶対その例えば自分の彼氏とか男の人がいる飲み会にいてほしくないタイプって言われるそう、あ、そうニコニコしちゃう、そうなの、そうなの、ニコニコしちゃうんです。そうでもさ、それもさ全部自覚ないの、だって酔ってんだもんだって全部読んで酔っちゃってて、ほんと自覚ないんですけど、そうニコニコしちゃうの。別になんか泣くとかじゃない、泣いたりとかその口が悪くなるとかじゃないんです。うん、そうだから酔ってないそう酔ってなくて、ただだんだん口数は少なくなっていく口数少なくなっていくけど、あのでもちゃんと話は聞いてますよって、だって酔ってないからって思って、なんか話聞いてますみたいな顔してニコニコしちゃうそう、え、一緒？いや嬉しいうん、口数少なくなるね。あ、それを酔ってるのか、それを酔ってるのか。お酒飲んで怒らない、怒らない、怒んない、むしろなんか多分穏やかになります。お酒飲むとうふふふふってなるそう、変な酔い方じゃない、そう記憶とかが飛んだりとかはしない、そうただなんか静かに静かになっていくタイプ。そうなんです。だからそのなんか自分ではより酔ってる自覚がないっていう話。あ、そうそう、だからさ、そう、え、それこれこの前あれで言われたんだわ。そう、あのね、新潟一番サンデープラスのあのご褒美グルメのロケでお寿司屋さんと焼肉屋さんに行ったんですよ。でさ、お寿司屋さんで日本酒をいただいたの。そう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 、お寿司屋さん、お寿司屋さんで、お寿司屋さんで日本酒をいただいて、でその日本酒をいただいた後にあの次その日同じそのまま焼肉屋さんのロケだったのね。だからちょっともうさ、お酒入ってる状態だったの、焼肉屋さんの時に。でそのなんかお寿司屋さん長岡で、焼肉屋さんがあの駅前、新潟駅前なんだけど、その移動中になんか、まあでもその時はロケだったし、ほんとちょっとしか飲んでないのね。でもまあ2種類飲んだから2種類飲んだからまあそれなりにかもしんないけど、そうあの飲んで、でその長岡から新潟までの移動中の時に、そうお酒飲んだけど大丈夫みたいな、次のロケ行けるみたいな感じになって、全然大丈夫です、酔ってないですってって言ったら、そのスタッフさんがそのなんか酔ったらどうなるのって聞いてきて、私にその時はちょっとしか飲んでなかったから、なんか酔ってはなかった、酔ってなくて、本当の本当の酔っている姿ではなかったですよ。まあたとえちょっと酔ってたとしても、仕事だしね、そう仕事だし、まだ仕事続いてるから、だから全然普通の姿だったから、その酔ったらどうなるのってスタッフさんに聞かれたので、その時に一緒にいたマネージャーさんはその私が飲んだ後の姿を知ってるから、いやこの子みたいないやこの子本当にみたいな言われて、でも全然私は全部自覚はないっていうそう、それで言われたんです。なんか酔ったらニコニコしてなんかすごい目を合わせてくるって違うの、そのなんか口数少なくなるって言ったじゃないですか。
で口数は少なくなって喋らなくなるんだけど、だから話聞いてますよって、だからその話してる人の目をじっと見ちゃうね。すごい、うん、めっちゃ無意識なんですけど、そう、自分ではだんだん喋んなくなってっちゃうから、その分なんか喋ってくれる人の、あの目を見てニコニコしちゃうそれがダメなんだよって言われた。それがダメなんだよって言われ、自覚ないあ、そうなんだからカホと相性いいんです。そうカホはずっと、カホは酔ったら喋ってくれるタイプだから、ずっと私はカホが喋ってんのを聞いて、だから成り立ってんの、飲み友がえ、そう、誤解されるよって言われ、そうなの、全然そんなつもりはない、だってさ、そうなんですよ、それで誤解されるよって、だからそうやって好きになるんだよ、あ、そうなんですかって思って聞いてたそう、ただ私はちょっとだけ酔ってそうなってるだけであって、別にそれをなんか意図してなんか落としてやろうとか、なんかそういうことじゃない。でもそれを無意識でやっちゃうからダメだよってそう、だからなんかそういうなんか自分のなんか友達とかになんか紹介したくないって言われるっていうことが分かりましたあ、そう、無意識で好きにさせちゃうって言われた。そう、お酒飲むとそうらしいお酒飲むとそうなるみたい。そう調べてもそうじゃん。そんなことないよそんなことないですよ、酔ってる時だけですでもなんかそれは結局、いや、うん、でもどうなんだ、マジで修羅場作りなんかやっぱアイドルでよかったね、安全で守られてる、すごい本当に。だってそうやってさ、ダメだよ、ダメだよっていうか、なんかそういうのがなんか好きにさせちゃうんだよって教えてくれる人がいて教えてくれる人がいて、でもそれを実践する場はなく、すごいあのとっても守られていてアイドルでよかったなって思うので、これからもあの自由にお酒は飲みます今は飲んでない、何度も言うけど今は飲んでない分かる、卒業したらどうなるかな目が覚めたら隣に知らない人が、でもそれは絶対にない、だって記憶なくしたりとかしないから、そう、それは絶対にないと思う。なんか起きたら誰みたいな、絶対ないって言い切れる、本当、うん、そう、記憶はあくまでも本当に飛ばない。そう修羅場製造機が乗り合う、怖すぎ、その言い方だから怖い卒業したら飲みながら配信してほしい、あ、でもそれはなんかめっちゃ楽しそう卒業しなくてもやりたい、なんか飲みながら配信することを許してほしいどっかでどっかで許してほしい卒業してからそれやったらただ本当に心配されるだけじゃないああこれが野に放たれちゃうって思われるだけじゃないって思ったら、なんか今この安全な場でさできたらいい。カホとの新年会なんか公式でやない
これをさ、なんか例えばショールームとかでやっちゃったらもう完全にアウトだけど、なんかもう公式のなんかもう飲み友会ドーン公式でやったら怒られないかもしれない。そう、めちゃくちゃ安全今がね、本当に。あ、YouTube、 確かに YouTube の企画めっちゃ楽しそう。だって YouTube 生配信しなきゃいいんじゃない？あの YouTube で編集した上で載せますっていうもので、事前収録でやったら何も怖いことなくない？なんか面白いところだけ載せて、すごい安全じゃない？そしたらカットだけなんないよ。だからだってさ、その酔ったからって暴言吐くとかじゃないから、記憶とか正常だから多分ね、変なことは言わないと思うただ楽しくなりたいだけでもまあ、そのお酒入ってなくても楽しく生きられてるからいいんですけどねいいんですけどね。いや全然放送できると思う、全然余裕余裕今日電車か、やばいやばい。それはどういう意味で、わこいつ酒飲みなのかみたいな印象だったら本当にどうしよう、言わなきゃよかったね P でも P はね絶対そういう発言もしないと思う。P だらけに絶対ならないと思うよえ、なんなら普通になんかでもさ、いや、うん、仕事モードになっちゃうね多分それでやると。だから全然お酒飲みながらなんか MC やってくださいって言われたら超普通にできちゃうと思う超普通にできちゃいます。なんか仕事って思ったら酔わないんだよね多分。なんか楽しく、そう、カホとすごい飲みたまーって思ってやったら多分いつもの私が出るかもしれないでもなんかカホとは2人で飲みに行くことが多いから、そのさ、まあ、確かにそのカホがめっちゃ喋ってくれて私が聞くで成り立ってるっていうのもあるんだけど、なんかそのなんていうの、飲み会に連れて行きたくないみたいな、そういうのも別に出てこない、なんて言ったらいいんですかね、そういうのは出てこないです。でもなんか複数にいる時とかだと、もしかしたらそういうのが出ちゃうのかもしれない。もう本当に無意識本当に無意識。喋らなくなって見つめる、え、それで言うと本当に飲んでないけど、飲んでないけど、あのメンバーとショールームする時あるじゃないですか、今日とかもそうだけど、あの公演終わりとかに楽屋で配信したりするじゃないですか、あの時の感じに近い。私あの時あんま喋んないただみんなの話に乗ってるだけなんだけど、あの状態に結構近いです。複数人いるとその喋らなくなっちゃう。だから飲んでても飲んでなくても変わらないっていうこと、つまりそう喋らない、そう喋らないけどなんかこう画面はついてるからなんかポーズしてみたりそのイメージです。だから別に飲んだからそうなるってことじゃないんだと思う多分あ、全然眠くないよ、眠くはないよ。そうただなんかそのニヤニヤしちゃうっていうだけ。ゼロゼロラインメンバー5人で飲みしたことないね、そういえば、うん、なんか他の全然ゼロゼロラインだけじゃなくて他の大人メンバーも入れてとかだったらあるけど、5人でって確かに言われてみればないかも。
でもやりたいね、なんか卒業しちゃう前にやりたい。そうだから別に飲んだからってことじゃないんだ、きっと。もともとです、もともとでした。酒飲んでなくてもそうでした。だから危ないって言われるのかな。だから危ないのかな。だからまあそうですね、皆さんにちょっとお酒飲んでる姿はお届けはできないと思うんですけど、はい、まあ飲んでても飲んでなくても変わってないので、こういう人だと思ってください。飲んだらこうなるんだろうな。いやでも本当やりたい、めちゃくちゃ。でもなんかその今まで実家で暮らしてる時は家で飲まなかったんですよ。なんか外にご飯食べに行った時とか出かけた時しか飲まなかったんだけど、一人暮らし始めてからめっちゃ飲むんですね。いやめっちゃってのは本当に嘘、それは嘘ついた。2缶までって決めてる。缶でね、352巻までって決めてる。飲むときはね。でも別に毎日飲むとかではないよ。そうでもなんかそういうときって全然、例えばほろ酔いとかその度数の少ない小さいものとかでも酔うんですよ、一人だと。なんでなんだろうね。そう人と一緒にいるときの方が酔わない、私は。一人の方が酔っちゃう。でも一人で酔ったからって何もないんじゃないですか。一人で酔ったからって何もないですけど、安心してる場所だと。あ、そうなんだね。そうそうそう、なんか全然サンパー一缶とかでも酔える。でも一人で酔っても何にもない。でも何もないから、なんかそのあ、なんか酔ってるかもしんないって一人で思って、そのまま寝る。そのまま寝る。いやそうだよ、人といる方がね酔いにくいけど、なぜか人との飲みに連れて行きたくないと言われる。え、そうだよ、なんか一人でお家で飲んで、あ、ちょっと酔ったかも。でも本当に一人なのにだよ、誰も、めっちゃ本当悲しい、こんな話してんの。一人で、一人なのに、あ、なんか酔ったかもって本当に嫌で言っちゃう。あー、なんか多分酔ってるって思いながら、そう一人で言いながら言いながら一旦ここで寝る。うん、そう、そう一人で言ってる。そう一人飲みを楽しんでる。そうそうそう、そう、なんかふわふわしてる。え、あのさ、これ本当にもうさ過ぎたことだから、終わったことだから言うんだけどさ、あのさ新年さ年明けた瞬間さ、なんかチャットその日だけ遅い時間まで遅れたのね。そうもう本当に白状するんですけど、チャットさ1月1日日付、違う違う、年が変わった瞬間だけチャット夜遅くまで遅れて25時まで遅れたんですけど、でなんかその私配信しなかったの、その年またぎ配信しなくて実家にいたんだけど、そうあの完全にあれお酒飲んでました。だって大晦日だよ。だって大晦日だよ。実家に帰っておせちを食べてました、その時は。
音はさ消してるんだけど、テレビとかついてるから音消したんですけど、あの顔は完全に酔ってる時の私です。まあもう終わったことですし、しっかり、そうなんですよ、だからバレるなって思いながら妹に撮ってもらった。いやそうだよ、だって大晦日だよ、大晦日はね飲んでるよね。そうで、その完全にあれは酔ってる状態でした。あれ結構、でもあれは全然飲んでない、あれは全然飲んでない、本当に。なんかね、何飲んだあの時、レモンサワー、でもお家だからさ、実家だから缶チューハイなんだけど、レモンサワー、レモンサワーってでも 6% とかだよね多分。レモンサワーレモンサワーです。いや本当にそう、レモンサワー一缶と、なんかほろ酔いみたいなやつ。あ、嘘です。嘘でした、氷結です。氷結でもちょびっと高い、でも 4% くらいとかじゃない、氷結のいちご。でもその2缶だけだよ、その2缶だけでも、その2缶だけでなんか顔赤くなっちゃうんだよね、家だからかな、だから実家だし、家だから多分酔っちゃったんだと思う。え、本当に本当にそう、2つしか飲んでない。そう、覚えてるのは2か、違う違う違う、全部ちゃんと記憶あります、全部ちゃんと記憶あります。そう、でも家の中だから多分ほんと2缶だけだけど、ちょっと顔赤くなっちゃった、赤くなっちゃって、でもなんかその日またぎ配信とかしてないし、日またぎ、年またぎ配信とかしてないしと思って、そのカウントダウンした動画を載せたんですけど、なんか後から見返したらめっちゃ酔ってる人だなって思いました。大晦日日本酒飲まなかったね、うん、飲まなかった、お酒飲んで頭痛くなる、あーんとあります。それはあります、次の日、次の日じゃない、その日の飲んだ後とかありますね。でも頭痛いだけ、何もない。いや、そうなんだよね、そう言って見返すと、まあ確かにこれは酔ってますねっていう動画だよね。そうなんだよね、そうなんです、休館日、あ、でも全然本当にだって8日飲んでない。8日飲んでないから、両親は、あ、でも、うん、飲みますね、大晦日の時は、うん、みんなで飲んでました。え、そうでさ、本当にあのさ、私さ言ってないよね、私の好きなビールの話。なんでバレてんだろうって思って、私さ、え、なんで、なんで分かったの、なんで分かったの、なんで分かったの、
私のすごいドハマりしたビールがあって、そう言ってないんですよ品名は。めちゃくちゃヒントは出したけどめちゃくちゃヒントは出したけど品名まだ言ってないんです。でもなんかバレちゃったなんかバレちゃった。誰かがおしゃべり会とかできる、あ、でもおしゃべり会で聞かれた人には言ったわ。そう、おい漏らしたな漏らしたのか。確かに聞かれたら言ったけど、でも公には出してないんですよ。なのにどうしてバレちゃったかなって。でももう今売ってないんだよ。言ってないんだけど、そう、売ってない。そう、もう売ってないやつなんですよ。でもなんかバレてた。え、でもブラックフライデーは結局買わなかったんです私。そう、でもそれさ、ママに言ったさ、いや買えばよかったんじゃないって言われたんだけど言われたんだけどさ、買わなかったの結局。そう、なんでかって言うとそれさ、なんかえ、なんだっけ、もう箱だったのよ。24缶350だけどね、24缶入っていくらみたいな。ブラックフライデーでちょびっとだけ安くなってて、でもうさ、もう売ってないやつだって、もうさ時期で売らなくなっちゃうやつだって分かってたから、買うか買わないかめちゃくちゃ迷ったのね。めちゃくちゃ迷ったんだけど結局買わなかったの。なんでかっていうと、家にまずそんなものを置くところはないし、買っちゃったら絶対飲んじゃうじゃないですかだから買わなかったの。そう、そのなんか箱買いってね。でも後でママにそれを言った、買わなかったんだよねみたいな言ったら、そう、いやでも結局箱で買った方がお得じゃんみたいな。だってしかもネットだから届けてくれるし、ブラックフライデーだったら安くなってたんでしょ、買えばよかったじゃんってえーって思ったけどそう、あると飲んじゃうじゃん。だから結局買わなかったんですそう、あると飲んじゃうから。え、でもさ、あれ本当に美味しいんだよね。そう、なんかすごい全然ビールなんだけど全然ビールじゃなくて、あのすごいね優しいビールなの。全部冷やさなければいい。いや、そう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 、だから冷やしてない。あ、買ってないよ。あの、これ本当に箱では結局買わなかった。ブラックフライデーでは買わなかったんだけど、その後その後もうさ、売ってないものだと思ったから、もうブラックフライデー買わなかったから、あ、じゃあもうこのことはもう出会えないなって思って、もう飲むことはないと思ってたんですけどけどなんかスーパーにね行ったんですよ。スーパーに行ったら、あの売っててえーみたいな、もう売ってないんじゃなかったのって思って買ってしまいましたそう、箱では買わなかった。ブラックフライデーで箱では買わなかったけど買ってしまいました、スーパーで見つけてそう、でも買ったけど冷やしてない、冷やしてないから飲んでない。こうで買いましたはい、でもまだ全部飲んでない。え、スーパーにあるだけがもうそれだけだったの。そう、スーパーにあるのがもうそれだけしかなくて、その
ブラックフライデー我慢したからいいよねと思って。いいよねって思って、そうだって24はさすがに遠慮するよ。でもさ6だよ。そう24は我慢したから6ならいっかって思って。でももうそれ1個しかなかったの。だからあもうこれはこれを逃したら本当に出会えなくなると思って。あそう結果的にあるだけ買った。でもまだ全部飲んでない。それいつの話買ったの？あのめっちゃ体調崩す前だよ。だからほんと12月の半ばくらいで、まだ飲み切ってないからっていうのは、まあ具合悪かったから飲んでなかったってだけなんですけど、さすがにね。そうだからあれ本当に酒焼け声じゃないからね、ただ本当に具合が悪かっただけ。そう体調が良くなかったから飲めなかっただけ。そうそうだよ。そう飲めなくって12月結局飲まず今も飲んでないから、まだお家にあるよって、しかも冷やしてない分がまだあるよっていう。本当は飲みたかった。うん、まあお仕事ないからねその間。でも飲まなかったよ。体調良かったらイベント終了日にいっぱいやってさ。あーそれはそうかもしれないね。それはちょっと否定できないかもしれない。ピールは古くなると美味しくなく、え、そうなの？でもまだいいかな、12月に買ったやつだったら。なかった、早めに飲むね。早めに飲む。いやもう本当に、あーもう本当になんでさあ今は酔ってないのにさ、こういう何でも全部喋っちゃうかな。酔っててこれを喋っちゃうならまだ100歩譲ってわかるじゃん。酔ってないのになんでこんなにもベラベラと全部話すかな。本当に。もう何も包み隠さず全部喋ったじゃんね今すごい。だってすごい全部喋ったよ、大晦日に飲んだ話も。大晦日に飲んだ話も何を飲んでるか、家に今何があるかも多分ほぼバレた。なんならもう絶対にそういうことないのに飲み会に連れて行きたくないって言われたエピソードまで全部喋っちゃった。なんで？確かに逆に飲ませた方が静かで喋らないかもしれん。飲んでないから喋っちゃうの？それかもしれないですね。これかもしれないですね。カホは酔うと私に思いたいよ。あーそのいいメンヘラみたいなってことですか？いやそれがないんですよ。なんか多分私がカホの扱いが上手みたい。さっき言ってたじゃないですか、カホ。そうカホは私にメンヘラ起こしてこない。私の扱いが上手いみたいです。フラッシュメントありがとうございます。そうそうそう、全然ね、なんか、うん、なんならカホとは本当にお酒飲んだ時は真面目な話しかしないから、そうそういう風にならない。
あ、そう、仕事モードになっちゃう。そうなの、飲み友なんだけど結局仕事の話しちゃうからさ、仕事モードになっちゃうんだよね。そうなの、だから全然そういうのない。そうだから多分飲み友として成り立ってんだと思う。あれ飲んでもっとすごいメンヘラになったらとんでもないじゃないですか。とんでもないじゃないですか。そう、なんか多分ねバランス取れてるんだと思うよ。同僚と飲みに行って仕事の、うん、そうだってまあ所詮は一緒にお仕事してる中ですからね。飲んだ空き缶潰して、空き缶メンバーだからね。え、私最近思ったんだけどさ、空き缶のさサビのさ空き缶をこれさずっと私手のひらこうやってやってると思ってたんだけど、もしかしたらこうやって缶を持ってるんじゃないか説が出てきてて、私の中で。いやまだダンスの先生とか聞いてないからわかんないけど、え、だって確かにさ言われてみれば空き缶のサビでなんで手の甲を見せてんだろうって思ってたの、ずっと。実はこうやってんじゃないかなって思うんだけどさ、ちょっと明日聞いてみよっかな先生に。そんな気がしてきたんだよね。そう、もうさ折り面がいないからさ正しい振りがわかんないのよ。そうそう、空き缶を蹴飛ばすよ。うん、なんかそうずっとこうやってたけど。やめて、ボーリングかもしんないじゃん。ボーリングかもしれないでしょこれは。この持ち方は六缶パックかどうかなんてわかんないじゃないですか。こうなのかもって思ってきた。てか空き缶って別に酒じゃない。酒じゃない。それに変えてみた。これにボーリング始めちゃうぞ。え、2時間経った？9時半から始めた。あ、2時間経った。よくみんな私の2時間も配信に付き合ってくれるね、本当に。しかも毎日。しかも毎日。次の期間だ。え、でもなんか今日の期間すごいなんか安心できた。なんかカホとユメが言ったからさ、すごい安心できた。いや、そうなんですよ。私とカホがよりによって2人とも空き缶やっちゃうから。2人とも空き缶やっちゃうから余計にみんながそう想像しちゃうじゃないですか。違うよ、空き缶って。だって空き缶しか言ってないじゃないですか。わかんない、パインとか入ってたかもしんないじゃん。飲み物とも限んないよ。みーちゃん好きになったら毎日がいい。ごめんね、拘束して。ごめんね。いや、期間はねちゃんとね頑張ってかっこよくしてるから。もう何のかんは、想像に任せるよ、もう。想像に任せたよ。飲んだくれの曲、違うよ。違うよ。いや、もう空き缶やりづらくなるじゃん。私もう空き缶の呪縛から解けないのに。もう本当に。え、でもさ思ったんだけどさ、今さあのマナの卒業のさあのやつで DMM でマナが選んだ
公演のやつあるじゃないですか。でさ、夢品がさ一個入っててさ、そう、私出てない日の公演のやつなんだけど、なんかその夢品を見ててさ、あ、そういえば夢品も私コンフェッションだったなって思って、何なんだろうね、あのなんか、なんでそういう曲に回されるんだろう私って。しかもこれ本当に面白いのが、夢品もニポジ出てたのよ。ゆかさんのアンダーが元々なんだけど、ゆかさんのアンダーと、あとアンジュさんのアンダーもやってて、ニポジ目もコンフェッションだったのね。当時からその違うポジションを覚えても絶対にそのユニットしかできないっていう謎の呪縛で、そうだから、なんかそういうかっこいい系の曲しかやらせてもらえてなかった、ずっと。そうなの、なんか私はもっとさ、バイバイバイとかやりたかったんだけど、そうずっと言ってるバイバイバイをやりたいんだけど、なぜかこうコンフェッション空き缶って全部そういう、何なんですかね本当に。でも後でだからそう大好き、もう超楽しい、いつも低い声、そうでもなんか今日あのリハの時にななみがあの空き缶を見学してくれたの、昼公演前のリハの時に。したらなんかミユってあんな低い声出るんだねって言われて、ななみに。そうでなんか夢も今日、あ違う、夢たんとは期間、まあ、前回もやってるんだけど、そうあのミユの空き缶めっちゃ好きって夢が言ってくれて、それでちょっとだけ自信が持てました。空き缶も悪くないなって、空き缶も悪くないなって思って、嬉しい。でもそう一応ね低い声では歌うようにはしてるんだけど、そうなんです。あコンフェッションの時はなんかその低く歌おうっていう意識は別にあんまなかった、抵抗してたから。私は本当はこんなかっこいい曲がやりたいわけじゃないですって思いながらやってたから。コンフェッションの時はもういつも通りの声でコンフェッションやってました。難しい。でも今コンフェッションやったらどんな感じなんだろう、かっこよくできんのかな、可愛い声であの曲歌ってたから逆にそれが良かったのかな、コンフェッションはね、懐かしい。どこの歌だったっけ。膝をつきながら愚かな男がゴミになる、なんて歌詞。なんてすごい歌詞。星の数、あ、ここも歌われだった。星の数ほど裏切ってあんたは、なんだっけ、星の数ほど裏切ってあんたは、歌詞忘れちゃった。そうだね、ギャップって言われた、うん、そうね、ギャップが良かったからコンフェッションだったの。だとしたら空き缶はな、な、思いっきり可愛く空き缶やればいい。じゃでも空き缶はね、そう可愛さを残しつつの空き缶がいいと思ってるから、私もと思ってやってるよ。マナヒナユメユの2公演入ってたり、あ、そうなの、そうなの、なんかそのマナがその DMM のそのやつを選んでくださいってマネージャーさんに言われてた時にちょうど私その場にいて、そうで、あれってさ、ほんといざ自分が3つ選べって言われたら3つって絶対選べないなって思うんだけど、
でマナがそれ言われてる時に私が近くにいたから、え、私マナヒナユメユナめっちゃ好きだったって言ったの、また見たいって言ったのね。したらマナヒナユメユナを3つのうちの2つ選んでて、そう、別にその私の意見がどうとかじゃないと思うけど、ちょっと嬉しかったっていう話で見ました、ちゃんとそう、その場で言ったの、マナヒナユメユナが見たいって私が言った別にそれがあったからとかじゃないと思うけど、そう、ちょっと嬉しかった、2個も入ってて懐かしい、本当に。ユニット公演もね、なんか今見ると面白かったりするよね。ねえ、どうする、いざ自分がさ3つ選べって言われたら、みんな何が見たい、今のうちに聞いとこう、ずいぶん先になるけどみんなだったら何が見たいって思う？もうもしも私が卒業しますよってなったら何をもう一回見たいかな。逆上がりの初日、逆上がりの初日って記憶ない。いや、そう、わかる、アイドルエッセンスは私ももう一回見たいと思ってる。で、しかもアイドルエッセンスの後半のやつが見たいって思ってるんだよね。あの、なんだっけ、何やってたっけ、ラブラドールとかやってた時のアイドルエッセンスは自分でももう一回見たいなって思う。いや、そうなん、ドラさんイベントとかもさ、わかる、めっちゃ見返したくなるよね、たまに。そうなんだよ、誇りのアカデビュー。なんかでもなんだかんだで結構見てない、その公演デビューの時もって。なんかたまにさ、あの劇場公演がさあんまりない時にさ、あのアーカイブじゃないや、リバイバルでさ配信される時あるじゃん。なんかそれでたまに結構さ見たりするからさ、初日とか生誕祭とかたまに見れるからさ、そうって思うと、なんだろうね、そう、公演デビューの時って私もね、自分で何回か見てんだよね、何回か見返してるから。うわ、アイドルセンター試験でもそれもなんか見返した記憶ある。そう、アイドルエッセンスってまだなんかそのリバイバルで配信されてないんだよね、その普通の DMM の方で。まあでも今後、まあいつその3つを選ぶってなるか分かんないから、今後それが見れる日が来るかもしんないけど、ずっとじゃんけんしてた一瞬ね、懐かしすぎ、色紙プレゼントのやつね。そう、逆上がりあんま配信、あ、そうなのよ、だからまあ確かに逆上がり見たい気持ちもめっちゃある。懐かしい、逆上がり、わかる、初めての生誕祭もよく見れる。なんか公演デビューの時と初めての生誕祭は結構何回か見れる気がするね。そう、すまん、そうなの、セトリ変わった後そもそもそんな回数やってないの。何回やったかな、 4、5 回ぐらいとか。そうなの、全然やってないのよ。アイドルエッセンスはひなたんが、あ、確かにひなたさんの卒業の時アイドルエッセンス選んでくれるかな、見返したい、めっちゃ。いや、なんだかんだでやっぱ一番楽しかった公演ってアイドルエッセンスなんだよなって思う。そう、今後さらに候補が増えてくる。いや、そうなんですよね、わかる。今後どれぐらい増えるかちょっとまだ自分でもわかんないけどね、でも本当にいざ自分が3つ選ばなきゃいけなくなる時が来たら選べないって、本当。でもそれぐらい劇場公演めちゃくちゃいっぱい出させてもらってるし、やっぱ一回一回の公演にちゃんと思い入れがあるから、いや、選べないなって思うよね。行きすば前に1分間インタビューがあった時、うわ懐かしい。それで言うと私は紙相撲の方が見たい。もう、なん、あれ本当にさ、今だから言うけど、その何を見させられてるんだみたいな時間じゃなかった
大丈夫だったかな。あの紙相撲本当に面白いただひたすら何を見せられてんだっていう時間だったよねきっと懐かしすぎ本当に。1分間のね、なんかあれが終わってからだったよね、紙相撲やったのってだから結局誰が勝ったんだっけって感じ記憶ないプレゼントされた、そうなんだよ、あの紙相撲のあのあれね、ファンの方にプレゼントになって誰の手に渡ったのかもよくわかんないYouTube にあるんだっけ、うわー見たくないすごく見たくない、懐かしいね、あったねそんなの、うんね、あんの今でも。そうあれ劇場で流れてたの夢篠の時って、そ今だとアンコール皆さん普通にアンコールってやってくれるじゃないですか、なんかそのアンコールの着替えの間を、いや違う違うアンコールじゃないわ、あれだね、愛の毛布だ、そう愛の毛布前の MC がなくて全員一斉に着替えてたので、その着替えの間の尺を持たせるために流してた動画なんですよ、そう全員一斉に着替えるから MC で出られなくて、そうだから流してた。でそのなんか1分間のめちゃくちゃシュールな、あれ1分だった、もうちょっと、あもうちょっと長くなかったっけ、なんか1分のそのシュールなのが流れて終わった瞬間になんか急に私たちにできることはって始まるっていうやついやわかる、なんかさ2分半か、いやそうだ1分じゃ着替えらんないよね、わかる、なんかさそんだけさすごいシュールな紙相撲を見せられた後に急に私たちにってすごいなんか全然違いすぎてね、いや面白かったよねほんとなんかあれってもともと AKB さんのお下がり公演じゃないですか、でなんか AKB さんだと愛の毛布なんかウェディングドレスをオリジナルだと着てるらしくって、そう私たちはなんかあの水色のワンピースだったけど AKB さんのオリジナルだとなんかウェディングドレスを着てんの愛の毛布で、それで多分その着替えに時間がかかるからその間多分 AKB さんはさすがにあんなにシュールな動画は出してないと思うけど、何かなんかね、何だったっけ、なんか AKB さんもなんかやってるっぽいんだよね、その夢品公演オリジナルでやってた時ウェディングドレスに着替えるまでの時間の間で、それをじゃあ NGT 劇場では何をやるってなった時になんかそのせっかく LED あるしみたいな感じでなんかやってたっぽいです、懐かしいね、え待って動画見つけたんだけど、紙相撲見つけた、3年前に上がってる、えそうじゃん思い出した、紙相撲のトーナメント表をさ作るの青がくじ引きしたんだった、え夏夏絶対に見返してほしくない動画なんだけど、えでも私いないかも紙相撲、え初戦敗退でもした、 いないよ私の紙相撲の動画ない、ないけど、あの自己紹介はある自己紹介はあった、一気に再生数上げてくれる、えちょっと何言ってるか見てみようかな、自分でも全く覚えてない、見てみ、
早っ。って言われてる。犬だけどアレルギーです。好きな食べ物はバナナとアイスが好きです。子供の頃は幼稚園の先生とかちっちゃい子が好きです。生まれ変わるのって子なのか。みんな今出かけてます。手洗い。めっちゃおもろいんだけど。何を食べたいけど。何をしてる時が一番幸せ。何も答えずに次の質問に行っちゃった。自分がどう思われてる。気にしすぎ。待ってめっちゃ面白い。あんたが一番変な人だよ。めっちゃ面白い。おお、ぎこだ。カエリちゃんって呼んでる。待って、カエリちゃんって呼んでるんだけど。朝方ね、何時でも起きれます。身長おさげさだけど、やりたい髪型おろしにしようかな。1万円もらったら好きなもの食べたり買ったり。めっちゃおよよ。同じ動きしてた。今こうやってた。でも自分だからしょうがないですね。はい、はず。カイリちゃんと呼んでたのが一番面白かった。呼んでたんだ、カイリちゃん。いつからカイリになったんだろう。いやでもさ、ほんとそうだよね。もう今ニキブラはみんな全員さ名前で呼んでる。いつから呼ぶようになったんだろう。いや面白い。これ生誕祭の回だ。あ、そうだったんだっけ。その年生誕祭できなかったけど動画それだったんだっけ。全然覚えてないやん。0時から再生数がバグ。今ね4000いくつぐらいだったので、じゃあちょっとみんな見てください。そう、みゆ呼び今はね、みんなね。そう、いつから下の名で呼ぶようになったんだろうね。カエリちゃん、え、もう今だって全員普通に呼んじゃう。紙相撲あった。え、見ないでください。見ないでください。私の紙相撲の動画あった。どこに。チカナナさん、あ、そういうことか。勝った人のとかってことかな。やばい、もう24時じゃん。うわ、喋りすぎ。いやもう今日は本当に喋った。もう大公開しているレベルで全部喋った今日は本当に。いいけどね、全然隠し事なんてないから何でもいいんですけど。いいんですけど喋りすぎです。 MC で喋らなかったから。そう MC ね、そう今年から、あ、まあちょ、前回はね、あの新年一発目の公演だったし、その地震とかあったりとかしたから今まで通りだったけど、今日から今日の公演以降はあの MC をねみんなで回していくっていう。いやでもその方が絶対いい。だって私が喋りすぎてたから。いや違う違う、なんかみんなやっぱ MC 回した方がいいよね。わかる。なんかユーハの MC 可愛かった。すごいさ、私もなんかその研究生、まあユーハーも研究生じゃないけど、研究生の時に謎に先輩の公演で MC を回しをやるっていうことをやってたんですね。そう
そうだからなんか気持ちわかる、その先輩の先輩ばっかりの中で自分が MC、 後輩の自分が MC を回しやるっていうのがさ、どれだけ緊張することかってめちゃくちゃわかるんですけど、でもなんか見たいじゃんファンの人は絶対、なんか普段そういう姿って絶対に見られないから、先輩のいる中で MC の仕切りをやるって絶対にないなかったから今まで。え、なんか嬉しいよね絶対見れる方が。私なんか夢が MC やってんのもすごい、まあ夢は煽りだったけど今日は、でも今後全然 MC することあると思うけどさ、なんか今まであんまり MC の仕切りやってるの見たことない人がやってるのがすごいいいなって思うから、いや絶対にやりますよ夢たんは絶対にやらせますそう、今まで私がもう本当にずっと MC やりすぎてたから、楽しい、いろんなメンバーが MC すると。なので今後も楽しみにしててください。なんかいいね、その公演のポジションとかでその見どころが変わるのもいいけど、 MC でまた見どころが変わるのも新しくていいよね。わ、はるかにだけは絶対にやらせたくないはるかにだけは絶対に、逆にはるかがやる機会が減るんじゃない MC が回ることによって。今までだってはるかと私のポジションがめちゃくちゃ MC する機会が多かったってことだから、そう、回ることによってはるかが MC する機会が減りますそうだわ、やばい、ランキング読まなきゃ。13位台湾のクーさん、ありがとうございます。12位カヤトさん、ありがとうございます。11位トッシーさん、ありがとうございます。10位リョータさん、ありがとうございます。9位 KG さん、ありがとうございます。8位タカさん、ありがとうございます。7位 MS さん、ありがとうございます。6位ヒーロさん、ありがとうございます。5位白と雪の国さん、ありがとうございます。4位ホシーさん、ありがとうございます。3位スーさん、ありがとうございます。2位リョウさん、ありがとうございます。1位のサラさん、ありがとうございます。あー、また今日も長くやっちゃった。これでもね、ちゃんとね反省しているんですよ毎日長くやりすぎちゃうから反省しているんですでもなんかやっちゃった、だってみんなが聞いてくれるから。いっぱい、だって誰も聞く人いなかったらこんなに長くやる必要なくないなくない、だってみんなが聞いてくれるから喋っちゃうやめる気ないっていうか、やめるタイミングを見失ってんの。もうなんか自動的に切ってくんないと、いつやめたらいいか分かんなくなっちゃう病になっちゃったのだから、なんか気づいたらいつも12時までやっちゃう。止められるまで喋り続けるけどっていう感じなんですねまた配信するとき見てください。じゃあ明日はどうしようかな、やるかどうかちょっとまだわかんないです。なんて言ったって明後日周年だからね、びっくりじゃない。頑張ります、頑張ります。おやすみ。お腹空いちゃった、喋りすぎて。ありがとう、またね。おやすみ。